今閉じるその扉を今私はただ見ている。そんな自分は許せなく握る拳が震え出す。ひとひら毎日よりもずっと心を痛くして、肩みなもに輪を描けばすっと雫が頬を伝う。再び扉を歩く人ネイビー。我らが故郷の天の川銀河に巨大化しながら進行するホワイトホールを発見。銀河そのものを吸い込んでしまうことが判明。我々 R ステイトは地球防衛局を代表してホワイトホールを消滅させるために外宇宙にやってきた。遅れを取り戻し8ヶ月の歳月を費やしてついにホワイトホール攻撃の射程距離にやってきた。ついにここまで来た。天の川銀河の運命は R ステイトネイビー部隊にかかっているのだ。遅れを取ったがなんとか間に合った。これよりホワイトホール破壊まで警戒態勢を強化する。まずシグナス、ホワイトホールの質量の計算は出たか？出たよ。質量は8億5000万ベール。地球で観測した質量の3倍だね。放っておけば間違いなく天の川銀河は吸い尽くされるね。リサベスがもうすでに12の銀河が消滅しているのを観測していたよ。ハウザ、アールステイトの状況はどうだ？下げ、スタビライザーが不調ですが、3時間もあれば修復できます。よし、急いでくれ。ナオコ班長とハロウィン、ここまで予定の軌道を恐れて航行してきたが、乗組の様子はどうだ？3名が酸素欠乏症を起こして入院中です。機関室のコリンズが軽い脱水症状を起こしていましたが、古き良きジャマイカ風のノリでなんとか乗り切ったようです。知らない。なんだ古き良きジャマイカ風のノリって。まあいいや。銀次郎、ホワイトホール破壊ミサイルはどうだ？あとは砲台に装填を待つのみです。艦長、私は心配なことがあります。なんだ？宇宙カルイドザーランとドロンガ連邦です。ザーランはこの間私たちが宮殿を破壊したことで怒りを覚えているでしょうし、ドロンガはホワイトホール破壊を阻止しようとしています。ハロウィンの言う通りです、艦長。奴らは R ステイトがホワイトホールを攻撃するタイミングを待ち構えているかもしれません。それは言えてる。よし、ホワイトホール攻撃の準備にかかる乗組を除いて全員で石膏、索敵をしよう。ザーランもドロンガも瞬間移動ができる。まさに神出鬼没だ。アールステイトにはありっぴきれないように厳重警戒網を引こう。解散。ドクターハロウィンの心配事は的中していた。アールステイトネイビー部隊に恨みを持つジャーランとホワイトホール拡大を狙うドロンガ連邦が揃って待ち構えていた。艦長、前方5万キロにジャーラン艦が出現しました。艦長、ジャーランより入電です。ハロウィンの予想通りだな。ビデオパネルチェンジ。R ステイトネイビーの諸君、よくぞここまで来た。ジャラン、我々はここではもう貴様たちとは交渉しない。もし攻撃するとあらば容赦なく反撃する。看護してもらおう。そんなのお見通しよ。だがな、前哲也艦長、お前たちはこのホワイトホールの恐ろしさを知らなすぎるわよ。それを教えてあげようと思って先回りしたのさ。天の川銀河を吸い尽くすほどのホワイトホールだ。その恐ろしさは十二分に知ってるぞ。それだけじゃない、このホワイトホールには悪魔が住んでいるのよ。黙れ。そんな故郷都市に乗る R ステイトネイビー部隊ではない。そこに悪魔が潜んでいるなら、その悪魔と対決するまでだ。バカね、せっかく忠告してやったのに。じゃあその悪魔に取りつかれるというわね。私たちは R ステイトが悪魔に滅ぼされる様をここで見物させてもらうわ。悪魔か。ジャランたちは自分たちが悪魔だという自覚がないようだな。機械報告。艦長、全動力システムが停止してるよ。
艦長、通信システム破損。防御シールド 30% まで低下。圧力低下 70%。 艦長、コンパスが効きません。哲也さん、操作不能だよ。何？一体何があったんだ。艦長、小型宇宙艇がアルステートの艦艇部を攻撃してるよ。なんだって。よし、プラズマ降車砲で撃墜だ。艦長、ダメです。アルステートの予備動力も全て狂わされています。なんだと。これがジャーランの攻撃じゃないとすると一体なんだ。ジャーランが言ってた悪魔じゃないの。悪魔か宇宙艇なんか乗るか。そうか、ドロンガ連邦だ。艦長、今惑星破壊ミサイルが発射できなくなったらおしまいです。分かってる。よし、一か八かだ。直ちに惑星破壊ミサイルをホワイトホールに発射するんだ。アールステイトの諸君、おとなしく降伏しなさい。さすれば命だけは助けてやる。やはりドロンガ連邦か。ジャーランの忠告でしかと分かった。ドロンガ連邦がホワイトホール破壊を阻む理由は、貴様たちはホワイトホールに生息する生物だからだ。その通り。私たちは宇宙のあらゆるエネルギーを吸収して永遠に生き延びることができる。お前たちのような下等生物と違い、ドロンガは宇宙の神なのだ。黙れ。ジャーランの言う通り、貴様たちは悪魔だ。悪魔からこの宇宙の平和を必ず守ってみせる。たった今、ソーダと発射システムが壊れたではないか。どうやってホワイトホールを破壊するんだ。どちらにせよ、このままドロンガ連邦艦隊がアールステイトを撃沈させてやる。艦長、アールステイトからミサイルが撃てません。どうしましょう。もう何もかもおしまいだよ。待って、まだ手段はあるよ。偵察艇グランポートにミサイルを装填すれば発射できる。しかしグランポートで発射の衝撃に耐えられるかしみなす。衝撃波はあるけど、グランポートが大破することはないよ。哲也、私にやらせて。私も行く。艦長、お願いします。よし、分かった。直ちに科学班と協力して発射準備にかかってくれ。コンピューター、とんかつを出せ。むしゃ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 。ん？おかしいひな、カブ太郎、さっきからアールステイトが揺れるぞ。そういえばそうだ、ホワイトホールが見えているのに、なんで何もしないんだ。使えない巡洋母艦だ。カブ太郎、クロッペ、知っているか？ドアが全部開かなくなっているぞ。力丸はここから出れない。ドアが開かないのか、知らなかった。クロッペ、本当かやってみれ。よし、クロッペに任せる。よいしょよいしょよいしょ。うんうん、あれ本当だ。ドア開かないぞ。クロッペたち、レストランから出れないじゃないか。力丸はレストランから出ることない。ここにいればたらふく食べれる。だから出ないでいいのだ。そうか、出なくていいか。じゃあここでゆるり召し上がるか。力丸は召し上がったらねんねだ。ん、チュン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 、うわ。開かないか。艦長、機関室が爆発したよ。もう航行は不可能だよ。ホワイトホールを目前にしてなんてこった。このままじゃアールステイトもあのホワイトホールに飲み込まれるぞ。ハブザ、まだドア開かないのか。ダメです。おそらく他のデッキも同じ状況です。徹夜、観測の結果、あと18分でホワイトホールはこの地点に到達する。それはつまりアールステイトもあと18分の運命ということか。わらわたちが勝つか、銀河が滅ぶか、18分後に全てがはっきりするぞ。艦長、私はみんなの行動を信じる。環境クルーの諸君、私は君たちと任務につけたことを誇りに思う。いいか、あと18分で奇跡を起こすしかない。ここでできる限りの修理をして、ボタンとサクラを援護するんだ。
星破壊ミサイルは無事装填できました。だけど発射時の衝撃は心配です。理論上は耐えられる構造ですが、大気の移動で何が起きるか分かりません。コッパみじんになるのは覚悟の上だよ。銀の字、ハロウィン、私たちに万が一のことがあったら、あとは頼むよ。あなたたちは R ステイトの優秀な医学と科学なんだから。わかりました。健闘を祈ります。水の泡だよ。分かってるよ。全く何も知らないんだね。ほら電源だよ。電源？何に使うものなの？20世紀初頭まで使われていたモールス信号を送る機械だよ。これで近くにいる仲間を呼ぶんだ。なるほど、モールス信号なら簡単な電波を飛ばせるもんな。だけど信号なんて分かるかしらね。私たち電源を見るのなんて初めてだし、きっと宇宙の人もそうだと思うんだ。そんなんで解読なんてできるかな。やってみなければ分かりませんよ。その通り。ケンジ、料理長、あんたたち前に隔壁に閉じ込められたことあったろ。その時にモールス信号覚えたよね。手当たり次第いろんな場所に SOS 送って。分かった、みんなにも教えるよ。俺も教えるぜ。俺だって料理以外のことができるんだってことをみんなに教えてやる。いや別にそれはいいよ。お前たちはなんだ？お前たちもどうやってここに来た？ハロウィン、チョンギー星膜があればどこへでも行ける。レストランのドア開かないからこれで来たんだ。たらふく食べて満腹ぷくでつまんたい。なんか面白いことはないか？力丸はサンブレで出かけてもいいぞ。君たちに頼みがある。サクヤと公会長を援護してくれ。いやだ。開閉も手動になりますが可能です。10分の1の速度だけど航行も可能です。みんなやればできるじゃないか。ホワイトホールもきっと破壊できる。リザベス、時間は？すまん徹夜、あと5分だ。もう無理だ。航海長たちもあれだけの宇宙艇に攻撃されては標的を定めることは不可能に近い。ここまで来て万事休すか。しっかりしてください。私は大丈夫だ。何としてもさくらたちを援護するんだ。総員に次ぐ戦闘態勢強化。艦長、無茶です。私たちは最善の努力はしました。哲也さん、お待たせ。真帆、
お主たち、それは新型巡洋母艦アルファステイトか。アールステイトの諸君、ベルカン星国のロイマルクだ。卑弥呼からのモールス信号を受けてやってきた。ドロンガの宇宙艇は任せてくれ。ロイマルク司令官、ありがとう。デイビス製のグーバーだ。シビル王を終戦させてくれたお礼は今返します。惑星アーフルのパーメラです。アールステイトに戦う勇気を教わりました。今こそ最大の勇気で援護します。小焼き衛星のジョーナです。教わった洋作のおかげで宇宙おいしさは豊作です。私も援護します。お幸せのマラコイよ、ローレライ伝説を生かして敵を撃沈させるわ。セタリア製のマシュンです。レッドリバー銀河より駆けつけました。炭素船長と賛成します。わしもおるぞ。トレンジャ製のランパです。牧場のつかさの牛を連れてきました。滑橋製のデランスです。先行攻撃でドローンガに攻撃します。アーエルム号の宇宙海賊ベランカです。私は強くなりました。今こそ力を貸します。哲也、ハタウモ製のコバックだ。俺も及ぼせながら力を貸すぞ。宇宙商人レミントです。最強の武器を皆さんに提供しました。ドローンガ謎ひとひねりです。みんな、こんなに大勢の人たちが私たちのために、銀河のために力を貸してくれているんだね。何をぼやぼやしてるんだ。私たちも戦うんだ。しかし艦長、もう主力武器は全て機能しません。何を言うか。機械に頼るな。私たちにはこの体があるじゃないか。甲板に出て攻撃だ。飛んで戦うぞ。チョンギース7号だ。カブ太郎がこしらえた一番強いチョンギースマシンだ。力丸はサンブレで戦う。サンブレなんか撃て。はいよー。力丸骨投げ、骨。ディスプレイセット、カノングリップオープン。距離300キロ、誤差修正202、誤差修正202、太陽光メーザー発射準備完了。発射。さくら、今よ。惑星破壊ミサイル発射。ステイトネイビー、あのドローンガを滅ぼしてしまうとは敵ながら見事だ。貴様たちとは永遠に良き好敵手でいられるわ。また会える日を楽しみにしているわ。光手を伸ばす。
こうして多くの宇宙の友の助けによって天の川銀河を脅かすホワイトホールは消滅したのである。そして我々 R ステイトネイビーは一路地球へ帰還した。フォードバレーを建設したが、発展途上の都市のため警察もなく法の届かない無法地帯も多く存在していた。ホシエ・クリスを中心とする5人はナイトバウンサーと呼ばれるボディーガードを生業とし、多くの事件に遭遇し巧みな銃さばきで解決していく新連続アストロノーチカウエスタンドラマ、ナイトバウンサー奇跡の出会いと別れ。ボイにトライダー逃げた。よくここが分かったな。保安官1人とボディーガード4人に守られるなんて心強いわ。あんたストーン銀行の銀行員だよね。そう。銀行のエリートがボディーガードを必要としたってことは
今が人生で一番最高よ。クリスたちが捕まったのよ。ローギャングの首謀犯にされたのよ。クリスたちはどうしてる？亡くなったぞ。亡くなった？仇を討ってやる。